はい、皆さんどうもです。はい、今日やってきましたね。このままね、ホテルに戻ろうかと思ったんですけども、すぐ近くには廃墟があったんで、やってきました。ね、雨降ってるのね、本当に。メニュー風ですね。お腹減ってきたな。うなぎ丼1000円。これなんて名前だっけな、旅館の名前。ちょっともう、やばいなこれ。むき出しじゃないですか。あぶねあぶね。お、ここのやつや。大滝楼っていうのかな、ここじゃ。大滝楼。綺麗な、まだ営業当時はこんな感じだったと思うか。反対側から撮ってるってことは、ちょうど、あっちの方ですね。川が流れてる方から撮ってるのに。じゃあもうこの辺がもう、全部画面、あ、じゃあ、うっぷ主が今いるとこ、この辺ですね、じゃあね。あれか、もう割れちゃってカメラが。豊田市の奥座敷。エープの氏が、侵入した場所からの、画像がこれですね。写真がこれですね。玄関、こうなってましたよと。で、今、ウプヌシがいている、場所が、ここですね。こんな感じですよと。全く違いますもんね、今とね。あ、電気がある。じゃんけんやつじゃん、じゃんけん。懐かしい。でも、まあ、ゲーセンないわな。ゲーセン、ゲーム機はね、もう。消失。おう。ああ、すいません。ああ、すいません。あ、着物なしですか。いや、ただ探検みたいな感じで。え？探検みたいな。あ、探検ですか。ああ、そうです。すいません。あ、申し訳ないです。はい。消しときますんで。ああ、大丈夫です。すいません。申し訳ないです。え、なんかニコニコとか。あ、そうです。ニコニコ動画とか YouTube とかに投稿しているものでして、抜刀祭っていう感じ、実況肝試しとかやってるんですけど、ニコニコ動画やったら配給機構ってやつやってるんで、よかったら検索したら。はい、すみません。はい、あ、すみませんでした。よいしょ。あ、なんかあそこに。これ見たことある。ラブライブじゃないですかこれ。しかもめっちゃ可愛い。うまいな。上はまたですか。2015年6月2日に来てるな。今9月なんで3ヶ月前ですね。要するに。ここは物置かな。あ、
こっちでジャブしてきます。あ、カセットや。うちのカセットでしょ。今一般人と遭遇しました。焦りました今。階段ですね。これ地下もあるんですかね。地下がありますね。ちょっと降りていきましょうか。すごいなこれ。これがたくさん落ちてるんですけど、ご招待券がたくさん。うわ、カビ毛だらけ。あ、これトイレですね。大広間ですかね、これは。ここはね。ほぼ真っ暗な状態で撮影ですけど、ここはここまでか。配膳室。どっか来たっけ？こっちか。あ、さらにまだ下ありますね。要するに地下なのかな。何階やろう。